こんにちは、まゆみです。今回は質問返しということで、皆様からいただいたご質問に答えていきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。去年の11月に出した40歳になりましたという私の誕生日のご報告動画の中で、私、質問返しというものに憧れているんです。質問返しをやってみたいんです。皆様よろしければ私への誕生日プレゼントとしてご質問をいただけないでしょうかというお願いをしましたところ、皆様からたくさんのご質問をいただきました。本当にありがとうございます。誕生日プレゼントとして受け取らせていただきました。で、せっかくご質問をいただいたのに動画を撮るのが遅くなってしまって本当に申し訳なかったんですけれども、今回念願の質問返しを撮っていきたいと思います。ご質問なんですが、本当にたくさんいただきました。皆様本当にありがとうございます。で、たくさんいただいたので質問返しの動画2本に分けさせていただきたいと思います。ちょっとね、私たくさん喋ってしまうので、いただいたご質問を1回で答えようってなるとものすごく長い尺の動画になってしまう気がするので、2回に分けさせていただければと思います。今回は美容系、あとファッション系のご質問に答えていきたいと思います。他にいただいている、例えば趣味とかお仕事はとか、あとお料理はみたいな、そういったご質問に関してはまた別の動画撮らせていただければと思います。では早速念願の質問返しスタートです。ではまず美容系、スキンケア系のご質問から答えていきたいと思います。スキンケアで効果があったなと思う商品はありますかというご質問と、あとお肌が綺麗なのでスキンケアどんな感じでされているのか知りたいですというご質問をいただきました。ありがとうございます。お肌が綺麗なのでとおっしゃってくださって本当にありがとうございます。気を使わせてしまったかもしれないんですが、私の動画をよくご覧いただいている方ご存知だと思うんですけど、常にニキビがどこかしらにあります。なので綺麗かと言われると綺麗な肌ではないような気はするんですが、ちょっとあんまり自信はないんですけれども、今私が使っているスキンケアご紹介したいと思います。夜のスキンケアと朝のスキンケアでちょっと違うんですけれども、夜のスキンケアをベースにご紹介したいと思います。お風呂上がり、まず最初にこちらを使っています。高見スキンピールです。見てくださっている方の中でもこちら使っている方多いんじゃないでしょうか。私もこちらを使っております。次は化粧水ですね。化粧水はオルビスユードットのエッセンスローション、こちらを使っています。で、化粧水の次なんですが、私毎晩シートマスクを欠かさずつけております。シートマスクは毎日つけております。で、今はこちらを使っています。ちょっとね、使用感があって申し訳ないんですけども、 VT のシートマスクを使っています。これは VT シカレチエマスクですね。こちらを使っています。シートマスクは毎日使うものなので、高価なものというよりはお手頃価格というか、毎日使いやすいような価格のものを買うことが多いんですけども、もともとは VT の緑色のパッケージのものを使っていて、私シカ成分もしかして肌に合うかもしれないって思ったんですね。それで VT のシートマスクにちょっと魅力を感じるようになりまして、このシカレチエマスクっていうのは9点の目代わりで買ったものです。今のところ特に赤くなったりとか皮むけしたりとかすることなく使えています。あとはルルルンも好きで、ご当地ルルンが特に好きで、旅先で見つけると買ってしまうんですが、今手元にあるのは京都のものと、あと沖縄のシークワーサとアロエですね。こういったものが今のところ手元にあります。今のところルルンを使って肌荒れたことがないので、お土産屋さんにいろんなシートマスクね、ご当地のもの売ってると思うんですけど、ルルルンだったら荒れたことないから大丈夫かなと思って見つけるとね、つい買ってしまいます。いろんな香りがして楽しくて好きです。シートマスクの次はこちらを使っております。オルビスリンクルブライトセラムですね。これはラージサイズの大きいサイズなんですけど、これ2本目ぐらいかな。もともと小さいサイズを使ってたんですけど、ラージサイズが出たので今もこの大きいサイズを買っています。で、これ使用量の目安が顔全体にパール1粒分程度が使用量なんですけど、私全然これより多く使ってしまっております。多く塗りゃいいってもんでもないと思うんですけど、私ね、顔が大きいっていうのもあるんですけど、首にも塗ってるんですよ。首のね、横じわがすごい気になり始めて、どうしようって思った時に、これシワ改善にも効果があるので首にも塗るようにしてるんですね。そしたら首の横じわ結構効果ありました。最初にシワを発見してなんじゃこりゃって思った時よりは薄くなった気がします。なのでこちらをおでこに塗るのと、顔全体と首に塗っています。
次はこちらを使っています。 VT のプロシカエマルジョン乳液ですね。こちらを使っています。私 VT のシカ成分好きというか肌に合ってる気がしていて、今もニキビはあるんですが、もともともっとニキビひどかったんですよ。それが落ち着いてきたんですね。ニキビが落ち着いてきた。なので、あ、私シカ成分いいのかもしれないと思って、乳液でもシカ成分を取り入れるようにしています。で、最後はこちらです。オルビスユーのジェルモイスチャライザー、こちらを使ってスキンケアが終了になります。オルビスのエイジングケアのシリーズって、オルビスユーっていうのとオルビスユードットっていう2つのシリーズがあるんですね。で、私化粧水はオルビスユードットのものを使っているんですが、最後に使うこのモイスチャライザーはオルビスユーの方を使っています。オルビスユードットのクリームモイスチャライザーっていうのもあって、これ使ってみたことあるんですけど、実はですね、また後で話そうとは思うんですけど、このクリームモイスチャライザーにはオイルが配合されてるんですね。で、私の肌オイルが苦手なので、結局ですね、オルビスユーのジェルモイスチャライザー、こちらに落ち着いています。同世代の方が使っているスキンケアアイテムと比べると、もしかしたらね、そのエイジングケアっていう部分でちょっと弱いんじゃないって思われるかもしれないんですけど、まあ、私もちょっとそこは気にしてはいるんですけれども、一旦今使っているこのアイテムたちが私の中ではベストかなと思って使っています。で、私がスキンケアを選ぶ基準なんですけれども、私の肌っていうのがエタノールとオイルにめっぽう弱いんですね。耐性が全くないですよ。このエタノールとオイルが全然使えないので、アルコールフリーっていうのとオイルフリーっていうのがかなり重要な項目になってきますっていうところで、このスキンケアアイテムに落ち着いています。多分アルコールとオイル以外にも苦手な成分あるんですよ。例えば蜂蜜とか、そういうの使うと肌が痒くなってしまったりとかするんですね。他にもね、きっといろいろあると思うので、エイジングケアのアイテムすごい興味はあるんですけど、なんかその有効成分とかが高濃度で入ってたりすると、逆になんかこう反応が出てしまうんじゃないかとかね、ちょっと不安があって、なかなか手を出せずにおります。で、まあ、今一番気になるのはアイクリームとか、この目元周りのケアとか、あとはシミとかですね、そういったところがすごく気になるので、もしおすすめのそういうエイジングケアのアイテムがあったら、ぜひ教えていただけると嬉しいです。自分でちょっと成分を調べてね、ちょっと試してみたりしたいなと思うので、ぜひよろしければ教えてください。あとはご質問の中にあるスキンケアで効果があったなと思う商品はありますかっていうところなんですけど、さっきもお伝えしたんですけれども、シカ成分ですね。私シカ成分は自分の肌に合ってるかなと思いました。今もニキビはあるんですけど、もともともっとニキビがひどかったんですね。なんですけど、 VT のシカ成分入りのシートマスク、あとは乳液を使い始めてから今ぐらいに落ち着いてはいるので、シカ成分は合ってるのかなと思っています。はい、では次のご質問なんですが、おすすめのシャンプーとコンディショナーはありますかというご質問いただきました。ありがとうございます。シャンプーとコンディショナーについてはこだわりは特になくて、私普通にドラッグストアで買えるパンテーンを使っております。パンテーン使ってます。特大サイズの詰め替えが安くて大好きです。はい、なので特になくておすすめとか、すごい消耗品なので、そこにまでお金をかけられないなっていうのがあるので、普通にパンテーン使ってます。ただこれを使ってます。これがですね、髪の毛の栄養剤みたいなものなんですけど、アルテマインフォーム 5.5 っていうものですね。これをシャンプーに混ぜて使っています。これは視聴者さんから教えていただいたものなんですけど、カラーをしているっていうのもあって、ちょっと途中で切れてしまう切れ毛だったりとか、あとパサつきみたいなものも、パンテーンだけだとね、ちょっと補いきれないところがあるので、こちらをシャンプーに混ぜて使っています。あとは髪に栄養を与えると髪の毛が元気になって、もしかしたら白髪にも効果あるんじゃないかなと思って、そこに期待して使ってるっていうのもあります。あとはこの2つですね。またオルビスなんですけど、私オルビス大好きマンなんですが、オルビスエッセンスインヘアミルクっていうのと、オルビストリートメントヘアウォーターっていう、この2つですね。夜ヘアミルクをつけてからドライヤーをする。で、朝はこっちヘアウォーターを使って、寝癖直しも兼ねて使ってます。これをこうシュシュシュッとやって髪の毛を濡らして、ドライヤーをして、寝癖を落としながらちょっとヘアケアをするっていうことをしております。
はい、では次はメイク系のご質問です。今回の動画、あの誕生日の動画ですね、今回の動画のメイクとネイルの色がとっても大好きです。アイシャドウ、チーク、リップは何を使っていますか、特にリップの色が可愛すぎてめっちゃ気になってますってご質問いただきました。ありがとうございます。まずアイシャドウなんですが、よく見ていただくと左右の目で色が違います。スックの甘いズヤとルナソルの EX30 などの比較の動画を撮った後で、あの誕生日動画を撮ったんですね。なのでよく見ると左右のアイシャドウの色が違うんですけども、ただあのその時に撮った比較の動画は、まあ、ボツになったので、あの結局世には出てないんですけど、アイシャドウは甘いズヤとルナソルの EX37 で別のものを使っています。でチークは申し訳ありません、ちょっと忘れてしまいました。で最後にリップなんですが、リップはね今も使ってるんですけど、こちらを使っています。ビセの粘膜フェイクルージュの PK850、 こちらとフジコのプランピーリップの03番、この2つを使ってます。まず粘膜フェイクルージュの PK850 なんですけど、こういう可愛らしい色をしてるんですね。この上にプランピーリップを重ねるんです。はい、プランピーリップがこっちですね、ちょっとローズっぽい色をしています。粘膜フェイクルージュだけだと結構可愛らしい感じなんですが、その上にこのプランピーリップのローズを重ねることでちょっとねトーンが落ち着いたピンクになるというか、ちょっと大人っぽいピンクになるんですよね。この組み合わせおすすめです。はい、では次のご質問なんですが、毎朝その日使うコスメ、アイシャドウなどはどうやって決めますか、日替わりとかその日の服装に合わせてとか何か基準はありますかとのご質問です。ありがとうございます。アイシャドウに関しては本当にね気分と思いつきです。ベースメイクをしている間に頭にポッて思い浮かんだアイシャドウをこうコスメシュードに取りに行くとか、まあ、何にも思いつかない時にはコスメシュードの引き出しを開けて、あこれ使おうみたいな感じで使っています。服装に合わせるっていうのはあんまり平日はないですね。まあ、休日は服装とこうメイクのバランスとかを考えたりもするんですけど、平日に関しては特に服にこだわりがあったりとか、なんかおしゃれをするわけではないので、アイメイクはもう好き放題にやっています。なので本当に思いつきと気分で決めています。あとは、まあ、アイシャドウ基本的に私ブラシでつけるんですけど、ブラシのお手入れがちょっと手間に感じる時があるというか、疲れていたりとか時間なかったりとかする時にアイシャドウブラシのお手入れしてから家出るのって大変じゃないですか。そういう時はプチプラのアイシャドウを使っています。プチプラのアイシャドウだったら指塗りすることができるので、本当に気楽に気軽にお化粧ができるので、プチプラのアイシャドウも可愛いのたくさんありますし、そういう時にね本当助けてくれるので私をなので、プチプラのアイシャドウも欠かせないアイテムです。はい、では次のご質問なんですが、質問というか相談なのですが、アイシャドウでこれ難しいかも合わないかもという場合どうしてますか。カウンターに行く勇気と時間がなくて、かなり通販で買う確率が高いのですが、パーソナルカラーを外したものやその色とかラメとかいつもの服装に合わなくないみたいな事態に陥りがちです。でも眺めてるだけでも幸せなんですがというご質問をいただきました。ありがとうございます。ありますよね、せっかく買ったけどちょっと使うの難しいなってなっちゃうパレットありますよね。私もあります。特に私の場合はスックの限定色のアイシャドウですね。あのスックの限定色って結構個性的なというか独特な配色のパレットを出すことが多いので、パレットでこう見てる分だとすごく綺麗だしワクワクするし絶対使ってみたいと思って買うんですけど、いざ自分でメイクしてみると結構難しいぞってなっちゃうものがあります。でそういった場合にまず私は一旦は粘ってみるんですよ粘っちゃうんですよね。この配色で作られてるってことは、まあ、ブランドとしてはこのパレットを使えば綺麗にメイクできるよっていうことで出してると思うので、一旦はそのパレットでメイクできないか粘るんですけど、それでも無理だった場合にはもう諦めて、その例えば4色パレットだったら1色ずつを単色アイシャドウだと思って、その1色プラス無難な使いやすいブラウンアイシャドウの組み合わせで2色でメイクしてみたりしています。なのでブラウンアイシャドウ、なんか使いやすい色のブラウンアイシャドウを持っておくと便利かなと思います。はい、では次のご質問です。まゆみさんのデパコスこと初めてのデパコスって何でしたか、思い出とともにお聞きしたいです。ちなみに私は RMK で新人 OL 時代は泣けなしの給料をほぼつぎ込んでました。
今はそのお姉さんブランドのスックにハマり、よほどエキップさんが好きなので私って感じです。ちなみにファーストスックはモイスチャーリッチリップスティックで小がれやかですということでご質問いただきました。ありがとうございます。ですね、記憶をたどる限り多分私も十中八九 RMK ですね、多分 RMK だと思います。すごいドキドキしながら地元のデパートのコスメフロアに行ったんですよ。めちゃくちゃ緊張しました。なんかこう遠目から見る価格が、それまでまあプチプラのドラッグストアのコスメしか使ったことがなかったので価格が全然違くって、ゼロが1個多くってひえーと思って、あとシャネルとかディオールとかってそのカウンターの雰囲気、色が黒を基調とした作りになってるからすごい高級感があって怖くって、もうドキドキして入れなかったんですけど、 RMK ってカウンターの雰囲気が白が基調となってるじゃないですか。なので入りやすかったっていうのもありますし、価格もディオールとかシャネルとかに比べて、まあ、RMK の方が少し価格が、まあ、手が出しやすい価格を設定してくれていると思うので、私もね RMK のカウンターに行きました。で、初めて買ったデパコスのアイテムなんですが、なんとですねクリームファンデーションを買いました。なんでクリームファンデをいきなり買っちゃったんだって話なんですけど、それまでねプチプラのコスメしか使ったことがないのに、なんでクリームファンデ買っちゃったんだって話ではあるんですけど、ファンデーションをねなんかもうちょっといいものを使ってみたいなってなんか思ったんですよ。多分ね毛穴がうまく隠れないとかそういう理由だったと思うんですけど、それまでパウダーファンデしか使ったことなかったんですけど、まあ、デパートに行って今まで買ったことのないようなファンデーションをちょっと試してみたいなと思って探しに行ったところ、当時多分 RMK で売り出してたものか、まあ、新作か覚えてないんですけど、クリームファンデをめちゃくちゃおすすめいただいて、で、まあ、タッチアップしてもらったらすごく綺麗になったんですよ。高いファンデーションを使うとこんなに綺麗に仕上がるんだと思って感動して、じゃあそれくださいって言って買ったんですけど、まあ、クリームファンデって私実は今でも使えないというか苦手というか、結構テクニックがいるものだと思うんですね。なんでその当時の私にはクリームファンデーション全然使いこなすことができなくて難しくって、ちょっとねデパコスデビューはほろ苦い思い出があります。はい、そんなデパコス始めでした。はい、はい、では次のご質問です。スックの次に心が躍るコスメブランドはありますかというご質問と、スックはもちろんお好きだと思うのですがまだ手を出したことないけど挑戦したいブランドや、いつも追ってしまうブランド、逆に選ばないブランドはありますか。私はデパコスアイシャドウがゲラン様が初めてでついチェックしてしまいます。自分的にゲランを使うと顔が変わったという感じがするので崇拝してます。そして、今狙っているコスメやスキンケア商品はありますかというご質問いただきました。ありがとうございます。2番目のご質問の方、ゲランが初めてのデパコスアイシャドウってすごいですね。すごいところに飛び込んだ、でも素敵なチョイスだと思います。で、この3つのご質問に対してのご回答としては、スックの次っていうのは特にあんまり思いつかなくて、やっぱりねスックが自分の中では一番好きなブランドかなと思ってはいるんですけど、その次とかっていうの特になくって、まあ、いろんな各ブランドによってさまざまなアイテムがあっていいところがいろいろあるので、なんかいいなと思ったら買う感じなので特に次っていうブランドはないです。あとは挑戦してみたいブランドも特にないかな。アイテムで惹かれたらぴょって買いに行くと思うので、特にですねそういうブランドに対する憧れみたいなものはあんまりないかな、うん、一時期まあエルメスのチークとか欲しいなって思ってたんですけど、なんかね熱が下がってきてしまって、今別にあんまりすごく欲してるっていう感じはないんですけど、でもまた熱がね再燃してきたら、まあ欲しくなったら買うだろうし、うん、特にあんまり他のブランドに関してというか、まあ、ブランドに対して何か意識したりとかってしたことないですかね。はい、
はい、では次のご質問です。リップの中ではどこのブランドが一番好きですか？またその理由も知りたいですというご質問いただきました。ありがとうございます。ですね、今まではスックのモイスチャリッチリップスティックが圧倒的に好きだったんです。ダントツで好きだったんですけれども、2024年に入って各社いろんなね新作のリップを出してるじゃないですか。だからもうちょっとね、いいリップ多すぎて困っちゃってます。なのでちょっとね難しいんですけど、新作のリップの中で一応私が買ってるのは、まあ、スックのモイスチャグレーズリップスティック、あとはカネボンのルーズシュターバイブラント、あとは RMK のデューイーメルトリップカラー、こちらの3つは新作の中で、まあ、複数色の色を買っているものになるんですけど、どれもね、まあ、色展開が違うとか特徴が違うとかってあるんですけど、この3つの中で選ぶってなると、まあ、すごい難しい。どれもいいのですごい悩むんですけど、でもなんだろうな、どれかって言われたら私もしかしたら RMK のデューイーメルトリップカラーを選ぶかなと思います。あの保湿力もいいし塗り心地もいいし色持ちもいいし発色もいいっていうところで、なんか全てをね兼ね備えてるんですよ。私結構色持ちって自分の中で重要なところがあって、まあ、仕事中とかってそんなに頻繁にリップ塗り直せないし、まあ、お出かけしてもね、こまめにリップ塗り直せないタイミングとかあったりするじゃないですか。そういう時に RMK はめちゃくちゃね色持ちが自分の唇にはいいんですよ。なのでそれがすごいなと思って、あとはなんか色持ちするけどちょっと乾燥しちゃうリップとかあるじゃないですか。でも RMK は色持ちするけど保湿力が持続するんですよ。そこがすごいなと思ってデューイメルトリップカラーはねちょっとね押してます。はい、おすすめです。でもねルージュスタバイブラントもモイスチャグレーズリップスティックもいいんですよ。色全然違うし特徴全然違うし、だからね迷っちゃう。どれもね可愛い色があると気になっちゃいます。はい、では次のご質問です。コスメ収納はどうされてますかというご質問いただきました。ありがとうございます。こちらはですね基本的にはあの2022年の夏にやったコスメ収納から変わってないんですけど、あの物量が増えましたのでちょっとこれは別で動画を撮影して挟み込みたいと思います。次のご質問です。一番お金をかけても良いコスメアイテムというご質問いただきました。ありがとうございます。これはですねベース系のアイテムとアイシャドウですね。下地、ファンデーション、アイシャドウ、この3つはデパコスを買うことが多いです。逆にアイライナーとかマスカラとかアイブロウとかその辺はプチプラでもすごく優秀なものがたくさんあるので結構ねプチプラアイテムを使っています。はい、では次のご質問です。次のご質問はあのコスメとかとはちょっとまた別の系統の美容に関するご質問です。今まで一番高かった美容に関するものって何ですか？かっこ物でも美容医療でも。ちなみにですが私は歯のセラミックに50万円ほどかけました。高かったけどとても満足していますというご質問です。ありがとうございます。実は私去年2023年に目の下のクマ取りをしたんですね。これがまあ、今までで一番高かったお金のかかった美容に関することかなと思います。そうですね、圧倒的に全然値段違いますね。だってコスメとかと全然違いますかね。ちょっとゼロが全然違うので、それが今までやったことの中で美容系の中で一番高かったことかなと思います。まあ、目周りの施術なので安易に、説明とか紹介とかおすすめとかできないので、まあ、特にあんまり喋るつもりとかはないんですけど、もう私目の下のクマはもうずっと高校生ぐらいの時から気になってて、ずっとねあったものなので気になってたんですけど、去年ね意を決してやりました。で今のところは満足しています。ただ、まあ、これから経年とともに時が経つとともにどう変化していくのかわからないので、ちょっとそこはね、まあ、様子見というかこのままねこのままの状態が続いてくれればいいなと思っています。他にやったことがあるのは結婚式前にここら辺に
ボトックスを打ったことがあります。私笑うと歯茎がねめちゃくちゃ出ちゃうんですよ。めちゃくちゃ大口を開けて笑うので、結婚式の時に歯茎丸出しの笑顔の写真を撮るのが嫌で、自然なこう綺麗な笑顔の写真を撮りたいなと思って、ここら辺にねボトックスを打ったことがあります。そうするとこの筋肉が動きづらくなるので、唇口が開きづらくなって歯茎が見えづらくなるっていうので、そういう注射をしたことがあります。はい。でもね、まあ美容医療とかって、まあ、その人それぞれの考え方とか価値観とか、まあ、お金のかけ方とかね、まあ、いろいろあると思うので、まあ、やるときにはいろいろ調べて慎重にやった方がいいかなとは思うんですけど、まあ、それでその人がなんだろう、ストレスがなくなるというか気にしなくなるのであれば、心が軽くなるのであれば、まあ、調べた上でちゃんとした先生にやってもらうのは私はいいんじゃないかなと思っています。はい。では次はファッション系のご質問です。服、靴などお気に入りのブランドなどありますかというご質問と、洋服はどこで買うことが多いですか、年齢的に合わなくなってきた服とかありませんか、着なくなった服は捨てますかというご質問いただきました。ありがとうございます。ですね、ユニクロが好きです。はい。平日は本当にねほぼほぼユニクロで過ごしてます。ユニクロがない時は GU なので、はい、ユニクロと GU が好きですっていう質問の答えつまらないですよね、多分。すいません。でも本当にねユニクロと GU がなかったら生きていけないんですよ、私。はい。平日の服で選ぶポイントはとにかく体が楽なこと、あとはもうなんかこの辺とかにこうボールペンピッてやっても気にならないような服がいいってなると、もうユニクロと GU はありがたい存在です。はい。ただまあこの質問の答えだけだとちょっとつまらないというか、多分求めてらっしゃるお答えとは違うと思うので、休日の話もしたいと思うんですけど、休日の服はね本当にね買わないんですよ。あんまり買わない。シーズンに1着か2着買うか買わないかぐらいで、まあ、去年の服がまだ着れるものだったら着てたりもするんですけど、好きなブランドはジャスグリッティっていうブランドが好きです。そこはね結構無地のデザインだったりとか、あとスカートの丈が長かったりするので、多分私の年齢でもまだ着て大丈夫なのではという服が結構あるので、結構ねもう4年間ぐらいジャスグリッティの服好きでいますかね。その服が好きです。あとはそのジャスグリッティがハマらないと他のブランドにあんまり惹かれないので、何買っていいか分かんなくなっちゃって困ってるんですけど、先日友人がなんて読むんだろう、マリハかな、ちょっとこの辺にブランドのロゴ出しとくんですけど、ここの服が私きっと似合うから、表参道になんかね旗艦店ができたんですって、そこにぜひ行ってみてって勧めてくれたので、ホームページ見てみたらすごい素敵な服だったので、ちょっとねいつか表参道に見に行ってみたいなと思っています。ただジャスグリッティより基本的に1万以上高かったので、すぐ買えるかどうかってなるとよほど気に入らないとなかなか買えないなと思うんですけど、ちょっと見に行ってみたいなとは思っています。あとは合わなくなった服っていうのは、あんまりねそのジャスグリッティが結構おとなしい花柄だったり無地の服だったり丈の長いスカートだったりが多いので、あんまりねまだ断捨離の対象になってないんですよね。まあユニクロに関してはボロボロになったらありがとうって言って処分するんですけど、ジャスグリッティに関しては今のところ年齢で合わなくなったと感じる服はそんなにないかな、今のところ特になくて、そう、そんな感じです。大丈夫でしょうか、このご質問の答え大丈夫でしょうか。そんな感じです。はい。では次のご質問です。服など好きな色でよく買う色というご質問です。ありがとうございます。これはですねもう決まってます。カーキ、黒、茶色、ベージュ、白です。ザ・イエベ・アキのこの5色、この5色が好きです。はい。では次最後のご質問です。お好きなアクセサリーブランドというご質問です。ありがとうございます。
あのですね、私アクセサリーってものにあんまり興味がないんですよ。なのであんまり持ってなくって、で持ってる中で言うと、あのアガットとかアーカーとかそういったブランドですかね。今つけてるこの一粒のダイヤのネックレスはアガットのものですね。あとたまにつけてるこういうダイヤがこうチチチチチってこうつながってこうなってるネックレスはアガットとアーカーと、なんか似たようなデザインが好きでなんか似たようなものばっかり買っちゃうんですけど、そうですね、アガットとアーカーかな。あとは、まあ、これとかはいつ手に入れたんだっけな。これはなんかのアクセサリーを買った時にお店の方がこれあの残ってるものなんですけど、この中から好きなの1点持ってていいですよって言ってくれて、あ、じゃあこれくださいって言ってもらったものだったりとか、あとはまあお手頃な価格のアクセサリー屋さんに行ってこううろうろしてなんとなく気に入ったものを買うとか、今ちょっと救急車の音がめちゃくちゃ入ってると思うんですけど、そう、あのお手頃価格のアクセサリーでいいなと思ったら、まあ、買うぐらいの感じですかね。そんな感じです。はい、こんな感じで今回の第1回目のご質問以上となります。ありがとうございます。はい、本当にご質問いただきましてありがとうございます。答えていてとっても楽しかったです。本当にありがとうございます。第2回の、あの残りのご質問に関してはまた別日に撮影したいと思っていますので、よろしければそちらもご覧いただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、高評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。またコメントもお待ちしております。お気軽にコメントください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、まゆみでした。ありがとうございました。